よくこれも本当にいただく、多分これから久保さんのその圧倒的な結果を見れば見るほど、いや久保さんだからできたんでしょうっていう風になると思いますので、これは頭にぶち込んでからこれを聞いてくださいね。でマインドセットが変わって、これからですね、で2013年4月20日から3年間で1億3800万円、帳簿上載ってました。で現金も手にしました。これは利益のレベルでですよ、キャプチャーを取ってブログにまとめてみましたんで、ちょっと皆さんね、鉛筆を持って紙に書いてもらいたいんですよ。いいですか。ここは昨日の時点でなんですけども、このアフィリエイトセンターで全国6位を相変わらずマークしているところですよね。じゃあ最初の数字足してもらいたいのがもうちょっと出てきます。別のアフィリエイトセンターでも6位ですね。大体のトップ10に入ってます。最初のアフィリエイトセンターでの売り上げがちょっと見えにくいんですけども、今月26万5500円と書いてください。で今月ももうすぐ終わりますけども、この時点で26万5500円というのが出てますよね。次いきます。44万900円でいいですか。この2つだけでもうお腹いっぱいになってくるでしょ。4万1500円と5万7900円を足してください、あと数字出てますけど、ちょっとここ飛ばします。足してもらいたいんですけども多すぎるんで、はい次いきます。もういっぱい出てますんで13万9800円足してください。次は20万飛んで5198円を足してください。久保哲郎の秘密にしましょうか。今ですね、決済が復活しまして、商品の方をご案内してるんですけども、実はその商品って、さっきもちょっとお問い合わせあったんですけど、この情報商材完全バイブルね、これねもう廃盤ですね新品でも出ないですね、はい、重版しないということで、これちょっと聞いたんで重版難しそうですっていう聞きました、はい、梅ちゃんに聞きましたね、梅ちゃんに、この本を、シューアシステムさんとつなげてくれた人がいるんですよ。でこのシューアシステムさんとつなげてくれた人に聞いたんですけど、あちょっと重版難しいですねみたいな。でこの本で実は今回キャンペーンしている、どれだ、キャンペーンしてる商品のあるんですよ、載ってるんですよ。どこだっけな、調べてからやればよかったんですけど、もうこの本もプレミアですからね。もうなんか中古でも2000いくらだったかな、300円ぐらいになってて、なんか新品だと、そう新品だと6000円ぐらい、アマゾンで、はい、でメルカリも探したんですけど、メルカリ もう出てるとこないですね。これ400ページですね、はい、400ページ、はいはい、これ400ページに出てる映像でございます。400ページに出てる映像、これねもうここで出てるんで、本で出ちゃってるんで、価格9800円です。はい、それが今いくらなんでしょう。この本の価値は上がってますけどね、はい、キャンペーン、スペシャルキャンペーンですね。今回なんで、めちゃめちゃ高校生でも買える金額にしたんですけど、単純にストライプのちょっとその今まで決済してた仕様とちょっと変わってるんですよ。ちょっとねポップ画面がちょっと変わりました。今までとちょっとポップ画面変わってるんで、それにちょっと決済、慣れていただきたいというところで、どんな感じになるのかなっていうところで、誰でも買える金額にしてますんで、はい、気になるっていう方はね、まだこの映像見たことないよっていう方は、今回チャンスだと思います。で、この映像何かっていうと、久保さんと億万長者合宿のこうやり取りしてるんですけども、久保さんが一番最初にですね、ネットビジネスやってどういうふうにこう成功していったのかっていうのを全て話してくれてます。だから久保さんと一番最初にやったセミナーですね。じゃあ、初女セミナーみたいな感じですね。はい。久保さんと一緒にセミナーやりましょうって言って初めてやったやつです。で、久保さんとやったのはこのイリュージョン1ってやつなんですけど、今やってるのが。イリュージョン1ってやつとイリュージョン2とイリュージョン3と熱海合宿、億万長者合宿みたいな感じで、この5回やったんですけど、つまり吉谷さんということは、イリュージョン1今やってるんで、このイリュージョン2行きますんで。で、イリュージョン2やって、イリュージョン3ちょっとね、イリュージョン3はちょっと高くなりますけどね。で、イリュージョン1、2は、誰でも買える金額に設定してご案内するんで、手に入れてない方はチャンスかなと。で、このイリュージョン3に関しては結構もう、めちゃくちゃ濃いんですね、3は。この前、サマーコンプリート出しましたけど、サマーコンプリートは熱海合宿と億万長者合宿、この2本入れて、これはめっちゃ濃いです。ただ、そのセミナーですね。セミナーの中では、イリュージョン3が一番濃いかなっていうところですね。イリュージョン3が一番濃いと思います。そんな感じで、久保さんのね、その成功の足跡。だからほとんどの人って、レターにもちょっと書いたんですけども、その頂点のところ見てるんですよ。行き切ったところ。例えばヒカキンさんも、今のヒカキンさんを見てる人が多くて、それはそうなんですけども、僕 YouTube を見るときって、この人が最初何やってたのかなって全部毎回見るんですね。でもみんなってその古い順から見ないんですよね。なんで古い順から見ないのかなっていう。今の見てもしゃあなくないですよ。だって今って、もういろいろやってきた経験上が、いろいろマックス値の今じゃないですか。いや、その人が一番最初何やってたのかっていうところが自分のスタートラインじゃないですか。初心者から始めるんだったら、その成功してる人の一番最初の初頭っていうのが自分と同じスタートラインじゃないですか。じゃあそのスタートライン見ないとダメじゃねって僕思うんですけど、いかがですか？だから今は稼げてるけれども、その昔どうだったのって、昔何から始めたの？よく何から始めていいですかみたいなよくあるんですけど、その何から始めてどのように成功してったのかっていう、その成功の足跡をたどる。でもみんなその頂点見てるんで。
じゃなくて一番初期を見た方が僕はいいと思います。で僕もベンチマークするときとかリサーチするときは必ず うまくいく前を見ますね。その人がうまくいく前を見ます。でこれ結構ポイントですね。みんななんかうまくいってる方法探してるんですけど、いや うまくいってる方法ってその経験して経験してうまくいってるじゃないですか。いやその経験どんなその試行錯誤してるのっていうこの過程勉強した方が超大事じゃないですか。だってその過程を今から踏むんですよ自分は。初心者から始めるんだったらじゃないですか。だけどなんかうまくいったものノウハウを求めてるんですけど、別に悪くないけどここ見た方がいいんじゃないかなっていう。再現性っていうんだったらこっち見た方がここをやるわけですからね。はい、ということで今回期間限定で何日までだったかな、20日までですね。20日までやってますんで、あ、違う、19、すいません、日曜日までですね。19日日曜日までですね。はい、一応 LINE の方で流してますんで、興味あるっていう方は、LINE の方に登録しておいてください。 LINE とあと裏メルマガもやってるんで、裏メルマガでも流してますけど、裏メルマガはちょっと裏なんでどう登録するかはここでは言わないようにしておきます。裏なんで、たまにね裏メルマガのね登録方法言ったりとかするんですけど、まあ言わないようにしておきます。裏メルマガなんで、はい、ということで、この YouTube の下に LINE 入れておきますんで、興味ある方は登録しておいてください。登録してる人にしか僕の有料商品っていうのは案内してませんので、はい、まあ、セールスされるのが嫌だっていう場合は登録しないでくださいね。うん、セールスされるの嫌だとかね。ただ無料プレゼントもたまにやるんで、無料プレゼントも LINE の方でしか流さないんで、まあそれもその時言いますんで、まあ無料プレゼントだけ欲しいっていう場合はその時だけ登録して無料プレゼント受け取って逃げてください。はい、無料、もう、吉谷さんから、こんなやつに1万お金払いたくないってやつは、無料プレゼント期間中、あ、なんかプレゼントやってんなって言ったら、LINE アット登録してプレゼント受け取ったら、ブロックしてください。ね。それはそれでいいんで。で、それはそうですよね。プレゼントなんですからね。うん、でもその代わり最近は、プレゼントに関しては、期限付きでプレゼントしてますね。なんかなんだっけな。Amazon プライムみたいな感じですね。30日間無料で見れますよ、みたいな感じで、無料で見れる。で、その後は、有料、みたいな案内を今はしてますね、プレゼントの仕方は。うん。まあでも30日見れれば十分かなとは思うんですけど、うん。で、まあずっと見たい人はね、有料で買っていただくという流れで今やってますんで、まあこの流れ変えるかもしれないですけど、まあプレゼントするときはそんな感じですかね、今は。うん。はい。ということで終わりたいと思います。まあもちろん有料で買ったやつに関しては、ずっと一応見れるように、その有料の商品を提供するポータルサイトっていうのがあって、そこでもうずっと見れるようにしてますんで。20万飛んで5198円を足してください。で、次のアフィリエイトセンターは8万2500円です。で、次が71万6500円。ちょっと聞き取れなかったとか飛ばしちゃってもいいですよ。次が9万6000円ですね。で、次が31万7400円。はい、次が25万3855円ですね。はい、まだあります。27万1000円。まだ半分ですよ。次が91万2300円。次はちょっと切れちゃってます。すいません。アフィリエイト B の報酬画面が僕のアップロードミスで見れてませんね。合計してる方誰かいます？ありがとうございます。300万以上の計算できた方います？もう細かい桁はいいですよ。380万ぐらいですよね。380万ぐらいで出ると思うんですけども、当然アフィリエイトの以外にも収入はありますけども、今日はこの一番わかりやすい、いつもですね、吉谷さんの放送に自慢げに送ってるやつがあるんですけど、今日はまとめてきました。で、20社ぐらいを今日は持ってきたんですけども、僕は40社ぐらいやってますんで、細かい数万円とかになってくるとまだあるんですよ。ただ、主なところだけで380万の、まあ、未確定報酬ですけどもね。ただ、実入金が 70% ぐらい毎月されてますんで、おそらく、まあ、300万ちょっと切るぐらいには、なると思います。例えば、1月ですね、今だったら。11月に締めたら1月の入金ですから。で、マインドセットを構築して、それをもとに、サイトアフィリってものをね、始めていくと、まあ、それだけではないです。作業量もありますけども、この現実が、2013年の7月20日には0円だった、まあ僕がですね、その時はコンサルフィーでやっていくしかなかった僕が、今はコンサルフィーがほとんどなしでもですね、これが毎月入ってきたらどうですかってことなんですよ。大抵のものはなんとかなりますよね。だってなんか年収みたいなのが毎月入ってくるわけですから。本当の意味で最後を飾ると言ったら大げさなんですけどね、本当に皆さんに感謝の意味でこの3年間も詰め込んだものですね。もうビッグなコンテンツとしてお届けできるかなと思うんですけど、ここにね、久保さんが書いてたんですね。ここにお客さんとして3、4年前、そのお客さんがですね、3年後1億以上売り上げ作って、家も、現金買って失うっていうことは与えるっていうことと、だから僕がその本当に思うのが、今収入が上がってないっていうことであるならば、2つです。このネットで検索する力がない、もう一つはマインドセットができてない、この2つですよね。検索する力とマインドセット上がれば誰でも稼げます。失うって考えたら
損したと思いますけども、それをね、与えたって考えることによって、稼げてないんだったらこの2つどれかが欠けてます。稼げてないんであるならば今で、これが出会いを大事にするっていうのの代表的な例なんですよ。 NHK です。 NHK の新人が来たらいろんな技術で追い返したんですけども、そうじゃないんですよ。 NHK の新人が来た人にきちんと労を握らせてお金を払ってあげる。2000か3000円で済みますから、2ヶ月6ヶ月ですね。それを払ってあげることで、この NHK の新人が来たらものすごく感謝してるわけです。で、その時に名刺交換ちゃんとして、自分がどんなビジネスをしてるのかちょっとお話ししますね。でそうすると NHK の新人が来る人って大体3ヶ月ぐらいしたら辞めてるんです。バイトで不満なんです。でその時に、うわ稼がないとな、そういえば NHK でお金をきれいに払ってくれたら見たいよなって言って、名刺交換を稼いでって言って、そこに特化事業を入れるっていうことですね。まあ全員が全員こうならないと思うんですけど、私の場合はこの NHK の職員さんとか ある宗教の関係っていうかね、起業してくる方にも特化事業をきっちりしてます。だから一つの縁を大事にするっていうのは、瞬間的に自分から持っていかれるなと思っても与えてあげるんですよ。そうすることによってブリッジを作って、自分のセールスチャンスを消さないってことなんです。NHK を追い返しちゃうと、少なくともこの人に対してのセールスチャンスを失ってるってことなんです。我々は集客で困ってる割には、勝手に来てくれた人に対してあまりにも冷たいんですよね。だから Facebook でも何でもいいからコメントしてくれたら感謝するってことなんですよ。それにケチをつけたりとか、しょうもないよねこの人って言ってる暇はないってことです。これが2700万稼いだチャンネルです。1億3800万できるんです。ここからですよ、たったこれだけ。だから本当にネットビジネスでこれからお金を稼ぎたいんだったら、検索する力っていうのは習慣化してください。7つの習慣ってありますけど、7つの習慣に検索するっていう習慣を一つ入れてください。で2万円もし稼げなかったらお返しします。これだけでここまで来たわけですよね。イルミネーションを撮ってコンテンツで写真がアップしただけで480、これ誰でもできないですか。で僕の弟子にですね、まあ先ほど転売やられてる方がいる、2人いるんですけれども、僕の弟子にですね、まあ、ナムちゃんっていう子は福岡に住んでる子がいるんですけど、彼も転売をやってます。アマゾン転売ですね、彼は。で彼は今年の1、2月からその転売始めたんですよ、全く初心者の状態から。でも今安定して10万以上稼いで、コンサル生もいっぱいいるんですね。で彼は教材も買ってない、コンサルも受けてない。だからこの中で10万以上も稼いでるんですよ、ね。彼は何も買ってません、教材とかコンサルも。何やったかっていうと、ネットで徹底的に転売のやり方を調べました。で分かんない時はその実際に稼いでる人に会いに行って、無料、よく無料コンサルみたいなのやってるのあるじゃないですか。無料だけ受けて有料買わないっていう、だから1円も払ってないですね、ノウハウに。だけど稼げてる。でも高い塾30万とか40万払っても稼げない人がいるわけです。不思議ですよね、これ何なんですかって話。だそこにはその自分で調べる力、答えを導き出す力がない。だから言われたことしかできない、もしくは最悪は言われたことすらできないですよね。多分言われたことすらもできてなかったりするわけです。久保さんは言われたことは素直に全部やって、でさらに自分で調べました。でよく久保さんが一人で稼ぐ力を身につけましょうっていうことをよく言うんですけど、その稼ぐ源って何なのかっていうと、先ほどお話しした通り情報なんですよ。情報をいかに仕入れられるかっていう、まあ転売やられてるんでそうだと思うんですけど、そうして物も仕入れてますけど、実は物ではなくて情報を仕入れてますんだ。ですよね、価格差ですから。物も仕入れてるようで情報を仕入れてるわけですよ。要は転売で稼ぐんだったら情報をいかに仕入れられるかっていうことなんです。その情報がただ物に変わってるだけだって。だからこの本当に情報を調べる力、仕入れる力っていうのはないと絶対ネットでは稼げないですし、今情報が腐るほどあるので、この情報の海に埋もれて溺れて死んじゃいます。何がいいのか、何が正しいのか、それもわからない。でこれ情報を正しく調べるやり方っていうのがあって、これもちょっと覚えておいてほしいんですけど、で成功の定義を書きますんで、もうご存知の方もね、僕の動画見てる方ご存知だと思うんですけども、4つのことあるんですよ。じゃあ何をもって成功とするか、